はい、こんにちは。歴ログ世界史チャンネルです。かつて中央にはチェコスロバキアという国がありました。1990年以前に教育を受けた30代後半以上の方には馴染みがあると思います。ところがこの国は1993年1月に分離をして、チェコ共和国とスロバキア共和国の2つの国に分かれてしまいました。かなり静かに分離を果たして内乱にもならなかったので、あれいつの間に分離したのと思った人もいたのではないかと思います。今回はチェコとスロバキアがなぜ分離してしまったのかというところを解説していきたいと思っております。1993年1月1日に実施された分離は、一滴の流血や暴動を伴わない平和的な分離でした。1989年のビロード革命により社会主義体制から脱却したチェコスロバキアは、チェコ共和国とスロバキア共和国の両共和国の連邦共和国となりました。しかし1992年の選挙で両共和国ともに分離派の政党が勝利をすると、分離のための協議がスタートします。6月から協議が始まり、8月には早くも連邦解体の合意文書を発表します。直ちに連邦開始のための行政手続きが開始され、11月に分離のための法律が制定され、連邦は1992年12月31日23時59分をもって解消されることが発表されました。その間わずか半年足らずです。混乱はほとんどなく、もともとそうであったかのように実に自然に分離しました。まあ、日本人のような部外者からすると、何百年も一緒に連れ添った隣人なのになぜここまで超速で、離縁をするのかはと、一体何事かと思ってしまうんですけれども、なぜここまで、急速に分離に至ったかというところを見ていきたいと思います。そもそもチェコ人とスロバキア人は同じ、西スラブ族でして、5、6世紀にかけて現在のボヘミア、モラビア、スロバキアに移住してきました。当時は同一民族で、言語も共通だったと思われますが、長年の歴史的発展を経て異なる言語となり、異なる民族意識を持つに至りました。チェコは歴史的に、西のドイツやオーストリアの影響を強く受け、支配者の抑圧にも耐えながら多様な文化を開花させました。宗教改革をスタートさせたフスですとか、音楽家のドボルザーグ、スメタナ、作家のカフカと、世界に多大な影響を与えたチェコ出身者は数知れず存在します。産業、宗教、文化、言論などあらゆる面でチェコは中央の先進地域でした。一方でスロバキアは長年ハンガリーの支配を受けまして、一時期は北ハンガリーというふうに呼ばれた時期もありまして、政治的経済的にハンガリーとの強い、の地域となりました。スロバキアの自然と風土は2000メートル級の山々が連なる地域で、産業は林業、それから農業が主産業の素朴な農村地帯です。スロバキアはハンガリー平原の一次産品の供給地として長年据え置かれて、スロバキアは政治、文化、宗教、産業などあらゆる点でチェコよりも遅れていました。そんな両者がチェコ、スロバキアという形で統合されると、必然的に進んでいるチェコ人が遅れているスロバキア人に対して指導的な立場に立つことが多くなりました。そういうわけでチェコ人のそのスロバキア人を教え導くという態度に対して、スロバキア人は傲慢で高圧的なチェコ人というふうに反発心を抱いて、独立したいという独立志向が高まることになります。このようなスロバキア人の反発は何度か政治的な分離を目指す思考につながってまして、第二次世界大戦前にはスロバキアはナチスドイツの支援を受けてスロバキア共和国を建国し、枢軸国の一翼として戦争に参加したりしています。ソ連軍による解放によって戦後チェコスロバキア社会主義共和国が成立しますが、そういう経緯もあってチェコ人はスロバキア人に対して恩知らずの無礼なスロバキア人というふうに不信感を抱くことになりました。このお互いの相互の不信感はその後の歴史でも積もっていきまして、1968年に起こったプラハの春民主化運動では、ソ連の首輝から抜け出そうとプラハを中心にチェコ人が蜂起しますが、スロバキア人の多くはこの流れに同調せずに、鎮圧にやってきた米コン軍の犠牲になったのは主にチェコ人でした。チェコ人はスロバキア人のためも思って我々が蜂起したのにというふうに、スロバキア人の軍道さ、鈍重さというのを苦々しい目で見るんですけれども、スロバキア人は西側の自由主義体制よりもソ連の専制体制の方に親和性を感じる人が多く、チェコ人の行動を急進的すぎるというふうに冷めた目で見ていました。
スロバキア人のグスターフ・クサーク大統領は、チェコスロバキアの大統領として、こういう政治運動を弾圧する一方で、経済資源をスロバキアに集中的に投資したので、チェコ人の反発を招くことにもなりました。チェコ人は経済的に豊かな自分たちの富がスロバキアに吸い取られているというふうに考えていて、スロバキアがなかったらチェコはもっと経済発展できるのにというふうに考えていたようです。一方でスロバキア人はチェコ人に束縛され自分たちの自由を奪われているというふうに感じていて、もしチェコがなかったらスロバキアはもっと経済的に発展できるのにというふうに考えていました。このように長い間の歴史のチェコ人とスロバキア人の間の相互不信によって解消不可能なほど、そのお互いの相互不信というのは高まっていました。次に政治制度のついてです。政治面では、やはりチェコ人の方がスロバキア人を常にリードしていたので、チェコスロバキア国家はチェコ人優位な体制となっていました。1918年のチェコスロバキア独立の際も、スロバキア国民委員会の70名は首相トマーシュ・マサリク率いるチェコ代表が一方的に指名した人たちでした。共産党支配下でのチェコスロバキア社会主義共和国でもスロバキア人は分離思考を持つとして共産党のメンバーであっても弾圧されて、1951年に議会長クレメンテス、党書記長スランスキーが逮捕処刑されています。1968年のプラハの春によりチェコスロバキアは連邦制体制となり、スロバキアとチェコは対等な社会主義共和国となりますが、スロバキア人のグスターフ・クサーク大統領はこの正常化政策によりプラハの中央集権化を進めてスロバキア人の期待を裏切ることになります。こういうわけで長い間チェコはスロバキアの政治の主導権を握り続け、スロバキアはある種非支配者の側に置かれ続けました。ここまで来るとそもそもの疑問が湧き上がってきますね。なんでチェコとスロバキアは一緒になる必要があったのかと、もうそもそも別でよかったじゃんっていうふうに思うんですけど、その答えはですね、そのチェコスロバキア独立当時の政治文脈に見ることができます。ご説明した通り、チェコ人とスロバキア人というのは長い間異なる文脈でそれぞれ独自の文化ですとか言語っていうのを発達させていたんですけれども、この2つの民族をチェコスロバキア人という一つのアイデンティティに統合しようとしたのがチェコスロバキア初代大統領のトマーシュ・マサリクという人です。マサリク自身はチェコ人とスロバキア人のハーフの人で、この人はプラハ大学の哲学の教授で、非常にこう卓越した知性とそれから誠実な人柄で、多くのチェコ人とスロバキア人の知識人学生を魅了していた人です。当時の一流の政治家であり知識人であった人です。でマサリクは自分が半分スロバキア人であるがゆえに、スロバキアが政治的文化的に発展をするにはチェコと一緒でなくてはいけないという強い信念を持っていました。ただ申し上げている通り、チェコ人とスロバキア人というのは全く異なる文化文脈を持ってますので、彼は、この統一の国共和国を作るためにチェコとスロバキアを分けずにチェコスロバキア民族というような民族が存在するという前提で、共和国を成立させました。当時スロバキア人は敬虔なカトリック教徒で心身深いものが多く、高等教育を受けているものは少なく、行政能力もなく、チェコ人はスロバキア人を迷信にとらわれ水準が低い連中だというふうに、みなしていました。そのためチェコ人はスロバキア人を援助するにもとどまらず、スロバキア人に与えるべき下位の行政事務すら自分たちで独占してしまって、チェコによるスロバキア支配が強まる結果となってしまいました。長年に及ぶハンガリーとの統合はスロバキア人のハンガリー経済への依存体質というのを生んでいたんですけれども、チェコスロバキア民族という文脈があるという前提なので、スロバキアとハンガリーの相互依存という関係は構築されるべきものでした。しかしスロバキア人からすると、チェコから押し付けられたチェコスロバキアという意味不明な枠組みによって自分たちの経済手段すら奪われるというふうに考えました。1933年のスロバキア人民党はハンガリーによる支配も望まないが、チェコによる統合も望まないということで、チェコスロバキア人などという人種は存在しない、我々はスロバキア人だと宣言して、チェコ人とスロバキア人がそもそも異なるというふうに述べていました。1968年の民主化運動でプラハの春により、チェコスロバキアはチェコ社会主義共和国とスロバキア社会主義共和国による連邦制に移管しますが、これ以降一部のスロバキア人は
国は2つの民族による平等な連邦制であるという認識を持って、国名をチェコイコールスロバキアというするようになりました。1989年に共産党一党独裁体制が崩壊すると、スロバキアでは国名変更の要望が高まり、チェコ人議員とスロバキア人議員との間で、まあ、激論が繰り広げられつつ、チェコイコールスロバキア連邦共和国という国名を許すかどうかという議論が繰り広げられて、まあ、半官学学の議論の結果、1990年、チェコおよびスロバキア連邦共和国という国名に落ち着きました。もうこの時点で、もうスロバキアのチェコへの、まあ、見下り犯は、もう突きつけられていて、1993年の離婚というのは、もう時間の問題だったのかなというふうに思います。はい、まとめますと、まあ、実際のところ、チェコとスロバキアは、政府でも国民レベルでも緊密な関係で、チェコ、スロバキアの枠組みの中で、お互い対立していた時よりも、むしろ関係は良好にあります。お互いが別の国であり、別の民族であるというふうな前提で対等な付き合いをすると、まあ、うまくいくようになったのかなというふうに思います。まあ、お互いその分離をすれば経済的にもっとうまくやれるという、まあ、自信については、まあ、これは自意識過剰だったというか、分離しても両国ともお互いに経済的な変化はなかったようです。ただ最近ではスロバキアの経済発展が著しく、自動車産業を中心に工業化が進んで、人口1000人あたりの自動車生産台数は世界一となっています。そういうわけでチェコとスロバキアの経済的な差は以前ほどなくなっていて、必然的に政治力文化力も以前とは比較にならないぐらい両国の差は縮まっていて、お互い EU 圏の国として共存しています。まあ、個人的にはここまで経済的な差が縮まって EU 圏として国境が厳密になった厳密でなくなった今こそ、まあ、チェコスロバキアが復権できるんじゃないかというふうに思っちゃったりするんですけど、まあ、おそらく、当事者からすると、まあ、それはいらぬおせっかいということになるんだろうと思います。はい、というわけで今回はチェコスロバキアの分離の理由を説明して、参りました。またご覧いただければと思います。ご視聴ありがとうございました。